皆さんこんにちは、メトロミンです。今から北陸新幹線に乗ってとある駅まで行きます。ちなみに今は長野駅にいます。ちょうどホームには E7 系が入線してきました。白鷹号の金沢駅です。車内は運が良いことに空いていました。新幹線は長野駅を発車しました。それでは今回行く駅について発表したいと思います。その駅は北陸新幹線の長野駅の隣、飯山駅です。正式には北陸新幹線の他に JR 飯山線が乗り入れています。今回なぜ飯山駅に行くかというと、この北陸新幹線ができたことによりリニューアルされた駅だからです。今回はその飯山駅に行ってどうリニューアルされたのかをお伝えできたらなと思います。ちなみに先に言っておくと、飯山駅に北陸新幹線が乗り入れたのは2015年で、それまでは JR 飯山線のみの駅でした。しかし北陸新幹線が飯山駅に乗り入れたことにより、在来線である JR 飯山線にもある変化があったのです。それでは続きをご覧ください。長野駅を出発して長野車両センターが見えてきました。周りのお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。デッキ及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。まもなくして新幹線は今回の目的である飯山駅に到着しました。車内から降ります。今乗ってきた新幹線を見送りたいと思います。北陸新幹線の飯山駅は2面2線の対向式ホームとなっています。北陸新幹線の飯山駅は白鷹号しか止まりませんので、本数はとても少ないです。それ以外は輝き号が通過しています。金沢方面は飯山駅を出るとすぐトンネルに入ります。北陸新幹線のコンコースに来ました。待合室もあります。在来線側には券売機があります。その横には緑の窓口もあります。そしてあちらが新幹線の改札口となっています。その他にも観光を促す場があります。 JR 飯山線の乗り場は自動改札はなく、上に電光掲示板があります。
飯山駅の外に出てみました。これが駅舎です。駅の入り口です。階段やエスカレーターで改札に行けます。在来線の改札を通りました。入るとトイレがあります。ホームへはエレベーターと階段で行けます。横にはポスターやチラシが貼ってあります。それでは階段でホームに降りたいと思います。飯山線は1番線と2番線があります。 JR 飯山線の駅名表です。ホーム上には待合室が設けてあります。ホームはベンチが置いてあり、奥にはゴミ箱が設置されています。ちょうどホームにキハ110系列車が来ました。キハ110系は飯山駅を発車していきました。ホームの全体図です。ややカーブしています。それではまた改札の方に戻りたいと思います。戻ってきました。マダラオ口への通路です。新幹線のコンコースに帰ってきました。これから北陸新幹線で長野へ帰ります。新幹線 E チケットの座席表発行機です。それでは新幹線ホーム11番線に行きます。北陸新幹線の11番線ホームに着きました。窓からは飯山線のホームを眺めることができます。そしてあそこに謎の空間がありますが、これはもともと飯山線のホームがあったところです。いかがでしたか？飯山駅の特徴や魅力についてお伝えできたかなと思います。また飯山線のホームについて補足ですが、北陸新幹線のホームが飯山線の旧ホームから300メートル離れていたので、北陸新幹線の乗り換えの利便性を高めるために新しくホームを作ったとのことです。このように新幹線ができることによって影響が出る在来線もあります。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日は北陸新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。